おはようございます。じゃあ、和田義彦の担当の分の第2回目ですね。で、今日、フルにやって、次回ちょっと海の日の18日は、前半、授業をやって、後半に、簡単な試験といいますかね、実施したいと思います。で、本題に入る前にですね、昨日の、参議院議員選挙があったわけですけれども、そのニュースは、ともかく、鹿児島県の知事選挙も同時にありまして、皆さんもご存知かと思うんですけれども、仙台原発という、原子力発電所が今、日本で唯一稼働している原子力発電所ですけれども、これの、その稼働、再稼働の是非を問う選挙、大事な選挙でしたね。で、稼働を止めてですね、少なくとも一旦は止めて、特に今、地震が来ておりますし、そういうことも、不安だということで、それに、止めることを、ということを公約にした、候補、三田園聡さんという、元朝日って、テレビ朝日のキャスターの方が当選しました。ということは、鹿児島県の県民の意思としては、とにかく仙台原発が不安であると、地震も来ているということの意思の表れかなというふうに思っております。私のもう学生さんたちと一緒に2年前に仙台原発を見学させていただきました。九州電力にお願いしてですね、PR センターを見学し、そして、ある程度遠くからですけれども、再稼働に向けていろんな工事が進んでいるというところを、遠くから見せてもらいましたけれども、その時に重要免震棟というですね、いうものを作っていました。重要免震棟というのは、要するに重要な計器とかいろんな操作盤があって、地震の時に耐震構造になっているから、一番安全な建物だということで、それを作ろうとしていました。で、福島原発の事故の8ヶ月前ぐらいにですね、その重要免震棟というね、ものができていたおかげでですね、事故が、かなりひどい事故が起こったわけですけれども、その免震重要棟に、でいろんな遠隔操作が、ある程度可能であったということから、福島原発の事故が、想定された以上というか、免震棟がなかった場合よりはずっと軽く済んだというふうな、そういう説もありますね。その免震重要棟が重要であるということで、九州電力さんもそれを目指して作ると、それを条件にですね、再稼働させてもらうという、そういうことになったわけです。ところが、再稼働する直前になってですね、免震棟は作らないと、耐震構造のですね、もので大丈夫だからということで、再稼働した後にですね、免震棟を作るのをやっぱやめたというふうにですね、言ったということで、非常にこれは詐欺的な行為だというふうにですね、言われてもいたわけ、いているわけですね。はい。免震棟でなくても、耐震構造の建物であれば同じような機能を果たすことができるからということで、九州電力は主張しておりますけれども、原子力規制委員会は、が再稼働を認めたのは、その重要免震棟を作るということを前提に認めたわけですから、それで再稼働を始めた後にやっぱり作るのをやめたというのは、これはもう約束違反であるし、それはちょっとどうなんですかということは、半年前に、
またゼミの学生さんと九州電力の別の原発に見学に行った時にちょっとお伺いしたんですけれどもね、いや先ほど言ったような説明でしたね、免震需要等でなくても、まあ、同じ機能を果たせるものを作るから大丈夫ですということでしたですね。しかし私は非常に納得できない回答でしたけれども、まあ、今回そういう納得できないという方々がやはり多かったのかなと、選挙にもその結果が現れたのかなというふうに私は理解をしました。ね、仙台原発、仙台でこういう字書きますけれどもね、はい、ということで、まあ、少しこう止まってくれると、そしてちゃんともう一度、検証を加えて再稼働の是非を判断してもらうという判断、これは県民の判断下ったということは非常に良かったかなというふうに私は思っておりますね。はい、まあ、ビジネスの良心というかね、いや一旦約束したことはですね、守るというのがビジネスの基本ですから、それを守らないでですね、危険な賭けに出ているこの会社というのはどうかなと、そういうふうに私は思うわけですね。はい、で良心という観点から見ても非常におかしいことだったなというふうに思います。県民の良心がですね、こうやって選挙に表された、そして、企業の良心に基づかない行為が是正されるというのは非常にうれしいことではないかというふうに私は思います。はい、では今日 の、移っていきたいと思うんですけれども、まあ、前回もこれ提示しました。この私の3回の中で皆さんに考えていただきたいのは、その良心を手腕に、ね、運用するってどういう具体的に自分のですね、社会生活の中において、あるいは市民として生活する中において、どういう現場で良心を発揮することが求められるのかなと、あるいはどういうふうな行動をすることが良心を発揮することになるのかなということを皆さんに考えていただくということで、過去の校外の事例を見ていただいています。では来週の試験にも、まあ、これに関係するような内容の設問を出しますので、そのつもりで授業も聞いていただきたいですし、また予習復習もやっていただきたいと思っております。でちょっと今日マレーシアの公害事件、これ2件ですね、扱って、その後ウラン鉱山に関する公害の事例ということを取り上げていきますけれども、ちょっと前回ですね、時間があまりなかったということもあって、水俣病のところをですね、少しすっ飛ばしてしまいましたので、この今日皆さんに配布しましたところをちょっと読んで、少しだけ復習ということでやっていきたいと思います。それではですね、ちょっと皆さんこれ1枚ずつ、これは皆さんも自分で印刷しても持ってきている方もおられたかもしれませんけれども、全員にちょっと見ていただきたいということで、印刷してまいりました。で、こちらの28ページですね、ちょっと、からいきます。ちょっといいですかね、この右の下の方からですね、私そこだけ最初見ますから、あと、学生さんにちょっとずつ臨読したいと思います、していただきたいと思いますね。この栗原明先生の証言水俣病、そしてその最初のと年表のすぐ左のところですね、敗戦からまだ10年も経っていなかった頃のことであるとね、九州は熊本県の南端水俣市の漁村地帯で原因不明の病が散発し始めたと、当時病名もつけられない病など珍しくはなかったが、1956年4月この地方で唯一の創業病院であった新日本窒素肥料株式会社、後の窒素水俣工場附属病院に競争状態を呈した5歳の幼女田中静子さんが担ぎ込まれたと、そして、同様の8日後ですね、同様の症状で3歳の妹、実子さんも来院するに及んで、院長の細川はじめは未曾有の
疾患発病に気づき5月1日水俣保健所に報告する、通報するということですね。はい、これが、まあ、水俣病発生の第一報、ね、公式確認というふうにも呼んでますけれどもね。はい、じゃあ、ちょっと学生さんに、まあ、大事なパラグラフだけちょっと読んでいただきたいと思います。じゃあちょっと飛ばして、それでこの手記がですね、下田彩子さんという方、後でちょっとビデオをちょっとだけ見てもらいますけれども、が書かれたものですね。じゃあ、2人の娘が次々と、発病というところ、そちらの、左前の方からちょっとマイクで大きな声で読んでいただけますか。その後、まあ、マイクを後ろの方に回していただきますと、はい、じゃあ私の家は、私の家は窒素の排水口に近い水俣湾の坪田にあって、すぐ下が海になっているんです。湖が満ちてきたら家から魚が釣れるぐらいです。上の妹の静子は当時1956年5歳で、下の実子は3歳でした。もうしばらくグラフね。もう静子はうちの中でも明るい、一番明るい子でした。近所の人が通ればお茶も沸いていないのに、おじさんお茶が沸いとるから飲んでいかんな、なんて言うて人を寄らせてたんです。実子はいつも静子姉ちゃん、静子姉ちゃんち言って、静子の後をついて回っていました。二人には海辺が遊び場、運動場だったんですよ。貝とかビナ、巻貝を取るのが好きで、船をつなぐ鳩場に小さい牡蠣がいっぱいつくんですけど、湖が引くとすぐ二人で弁当箱と掛け打ちを持っていくんです。静子は上手だったから二人分ぐらいはすぐ取って実子にも食べさせていました。じゃあ、はい、じゃあ次お願いします。うちの父は船大工だったんですが、その傍ら漁もしていましたので、海のものをいっぱい取っていました。コソシロやボラなんかは刺身にして、カマジャコは炊いて山盛りにして食べました。カキとかカラス貝なんかも毎日味噌汁にして食べてました。今考えれば毒が入ったのをおいしいおいしいって言うて食べていたんですね。静子も実子もやっぱり魚は一番好きでしたから、たくさん食べていたんです。ありがとうございました。じゃあ後ろの方に。昭和31年、1956年の4月11日、夕飯をみんなで食べていたときに、静子がご飯をこぼしたり、皿を落としたりするもんだから、父が怒って叩いていたんで、よく覚えています。それが翌朝もっとひどくなって、足がもつれて歩けなくなって、ようしゃべれんようになって、田中さん、2、3日もそれがずっと続いたんです。そして、4日目ぐらいに目が痛いと泣き出して、それから目は見えなくなるし、手がかなわなくなって、靴も履けなくなる。これは何かあるうちで、病院をいろいろ回ったんですけれども、病名もわからないまま、市立病院に入院することになって、そこで脊髄の水を注射針で飛んなさったんですよね。静子はそれが怖くて、もう帰ろう、もう帰ろう、もう帰ろい、もう帰ろいというのが言葉にならず、もろいもろいって言うて、もう一晩中泣くので、皆さんの迷惑になるからと翌朝、早く帰ってきたんです。その日のうちに紹介されて、窒素の付属病院に連れて行って、翌日から入院生活が始まりました。それから母はずっと病院で介護に就くようになったんです。しずこが発病して10日ぐらい経ってからだと思いますが、今度はじつこが発病しました。私がじつこをからって、またじつこもしずこのようになってしもた、自由で、窒素の付属病院に連れて行ったんです。しずこは急に症状が出てきたんですけれども、じつこの方はだんだん来ました。
靴が履けないと指で刺して言うたのが目にすがって焼き付いていますが、それが実子が物を言った最後でした。実子はちょうど3歳の紐解きの年だったんですから、家は貧しかったんですが、親の気持ちとして新しい洋服や靴を買ってくれていたんです。でもそれを着ることもありませんでした。隣の方にお願いします。次の、はい、田中さんと。しずくが病気になる前に猫が狂い死にしたんです。もう私たちが寝ているところでも恐ろしい声を上げて、戸や障子にぶつかるので、びっくりして布団をかぶって、そして石垣に突き当たるのやら、海に飛び込むのやら、火の中へバーッと走っていくのやら、それで何匹も亡くなったんです。そのことを母が付属病院の先生にお話しして、初めて先生たちも猫の研究を始めたんです。後になっておかげで早く調べがついたとお礼を言われましたが、その時はいろいろな人がうつると言ったもんで、猫からうつされた伝染病ということになったんです。それで私たちはバスにも乗れずに、実子を病院に連れて行く時もからって人の通らない線路をずっと歩いていきました。昭和31年1956年の7月末には、二人とも水俣川の方の伝染病棟に隔離されることになって、その時には父が、菌も出とらんじゃな中ですか、と言ったんです。でも入院費がタダになるということで、結局移されて、そこに3、40日入院していました。その間、面会は1回しかできませんでしたが、その時も帰る時に白い消毒液を、噴霧器で、はい、噴霧器でかけられたもんですから、やっぱり線路をずっと歩いて私一人で帰ってきたんです。それから二人が伝染病棟に入院している間に市役所の方たちが来て、うちと隣の家だけ家中に消毒剤をまいていきました。私たちは村八分にされて、買い物に行ってもお金を手渡しでは受け取ってもらえずに、橋やざるで受け取られたり、家の前を鼻つまんで通られたりして、誰からも声をかけられなくなりました。じゃあ、あと4行お願いします。はい。二人が入院してからはずっと母は病院で付き添っていましたし、父も昼間は医療費や生活費を稼ぐために働いて、夜は病院に行っていましたので、私たちは両親と会うこともなく、中学生の兄と小学生の私、妹、弟と子供4人だけで暮らしました。その時の心細さは、もう口では言い表せません。はい。大変でございました。うまく読んでいただきました。じゃあちょっと、まあ、マイクを取ってください。このように、まあ、非常に、大変なことが起こったわけですね、この家族に。で、今下田彩子さんがこのお二人のですね、妹たち、一番重症だった妹、そして静子が一番、まあ、重症で、最初に発病したと。で5歳の時ですね。で、静子さんはこの3年後に亡くなりました。で、2つ下の妹、実子さんはまだ元気で、まあ、元気といいますか、生存されてるわけですけども、非常に体の調子が良くないということで、まあ、未だに、この、下田彩子さん、そしてその彩子さんの、旦那さんがですね、まあ、献身的な世話をね、焼いておられるという状況なわけですね。はい。それで村の中でもいろんなこう村というか町の中でも差別を受けたりね、お釣りをもらうのもね、ざるで受け出しをされるとかですね、もう、ひどいことになってしまったわけですね。ひどい仕打ちを受けたわけですね。差別を受けたわけです。はい。じゃあちょっと裏に行きましょうかね。ちょっと飛ばしまして、実子の死というのが34ページにありますけれども、ちょっとじゃあ静香が死んだのはっていう、ところから行きますか。ちょっと後ろの方にマイク渡していただいて、静子の死という段落の次の段落、静子が死んだのはというところですね。はい。静子の死、8月末から医療費がタダになるからということで、ちょっとその段落飛ばして次の段落からお願いしてますね。静子が死んだのは昭和34年1959年の1月2日でした。元日の夜分に、父から時間が10分過ぎたから
命日は2日になったと電話があったんです。そしてその日の夜に母が静子の骨を持って帰ってきたんですけども、私もまだ小さかったので人が亡くなったち言えば恐ろしいっていう思いがあったんです。隣の娘さんが水俣病で亡くなった時もバスにも乗れずに解剖して中身のないのをおじさんがからって線路を歩いて帰ってこらして、うちの横を通るのが窓越しに見えたんですけど、もう怖くて怖くて足をブラブラさせていたのが今でも目にすがっています。だから静子が亡くなった時も怖くて、親戚がみんな来ているんだけども、その時もやっぱり伝染病を恐れて誰一人手伝ってくれる人はいなかったんです。枕元にあげるご飯を炊かんといかんのですけども、その頃は外の井戸で何でも洗ってご飯も薪で炊いていたんですが、もう外は真っ暗ですよね。私は本当に泣きながら一人で米を研いで松葉で炊いて静子を待っていました。そして葬式が終わってからは親戚もほとんど来なくなりました。はい、ありがとうございました。このように亡くなった後ね、親戚ですら、まあ、葬式には、まあ、来てくれたけれども、その後は付き合いもしてくれなくなっちゃったということですね。じゃあ隣の方、じゃあ3行読んでいただけますか。2人が発病した後、相次いで祖父と祖母が発病しました。その後父と母も発病して、それから私にも症状があったんです出たんです。母はずっと注射したり薬をもらって飲んでいたんですが、母なんかもう自殺しようか中ってですよね、周りの目が一番きつかったですから。はい、ありがとうございました。じゃあちょっとこう時間があれですので、ということで実子さんの話が次ありますよね。その実子さんは今っていうところで、ちょっとそこを続き同じ方読んでくれますか。いいね。静子が亡くなってからも実子は半年ぐらい熊台の病院に入院していたんですが、それから水俣の私立病院に移ってなんとか歩けるようになったので、昭和37年の8月9月9歳の時に6年半ぶりに家に戻ってきたんです。しばらくは隠すようにして母と面倒を見ていたんですが、成人式には晴れ着も着せてみんなでお祝いもしたんです。はい、上にお写真がありますよね。前に立ってる方が晴れ着を着てる方が実子さんで、後ろで支えてくださってるのが下田彩子さんですね。はい、じゃあありがとうございました。まあそういうことで、こういう大変な生活の状況をですね、ドキュメンタリーが捉えておりましたので、これをちょっと皆さんに見ていただこうかなと思ってまして、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ本当5分ぐらいなんですけど、実子さんたちが出てきます。中学校15歳の学校終わって、でも柔軟配慮は基礎圏、言葉も若くなって済むたし、手も古くなったし、頭痛かすけんのもいつも痛かけ、だいぶ家で言うつかれた、村八振りされて、学校でも苦しめられてら、これまで表立って話すことがなかった水俣病患者や家族の貴重な証言、膨大な数の録音テープに残されていました。水俣病とは何だったのか、人々は何を思いどう生きてきたのか。知らぬ一家ですね。今年5月1日、水俣病の公式確認からちょうど60年の日です。毎年、
水俣湾埋め立て地で開かれる犠牲者の慰霊式は熊本地震の影響で開催が延期されたままです。60年前の昭和31年5月1日、水俣市の保健所に医師から届け出がありました。原因不明の小児奇病が発生している。この日が水俣病を公式に確認した日としています。この時報告された患者が当時5歳だった田中静子さんと2歳11ヶ月の妹、実子さんでした。田中実子さん、63歳になりました。話すことはできません。膝で立って回り続けます。ずっと2、3日ずっとおとなしそうだったけど、夜があまり眠、もう2週間、3週間ぐらい寝れてないから。あ、そうですか。夕べ、4、5時間やっと寝たぐらいかな。そもや一睡もしてないし、そもや1時間ぐらい、その前も 2、3時間ぐらい、そういう状態だった。姉の綾子さんとその夫の吉夫さんが実子さんの面倒を見ています。これは熊田によって静子です。あ、熊田に行っとった子。あ、最初に発病したのは静子さんでした。静子さんは発病から2年10ヶ月後に8歳で亡くなりました。静子さんに続いて実子さんも発病しました。姉妹が相次いで発病した時のことを語った母浅尾さんの録音テープが残されています。私静子も晩にさらおうとしたら二度としたもんな、そのさらば、朝起きてみたらな、もうほら目もとろんとしてな、口もかなんでた。これ仕事だもん。僕ら今前に病気したかったね。どういうしかいと思ってんの、胸をピッサリした。そしたらね、いつかも前の役前で来たね。これどういうしかね。しずく一人さんが困ったり、ほら困ったもんじゃと思ってな。水俣病が公式に確認されてから60年。録音テープに残された悲痛な肉声と新たな証言、これまで閉ざされていた水俣病被害者の心の叫びを聞きます。時間ないのでプロローグ、ですね、ちょっとこれでちょっと一旦終わらせていただきます。ということで、実子さんの、現在ね、63歳で、こういうようにこうね、お家の中で、こうぐるぐる回ったりとかですね、する、調子がいい時はちゃんと寝るんだけど、なかなか夜も 寝つけないっていうね、ことのようですね。非常に、彼女がもしこの病気に、かかっていなかったらどういう人生を送る、ことができたかなとか、いろいろこう考えるとですね、非常に苦しい
思いになるわけですけれども、まあ、こちらにも手記にもね、そこらの様子が書かれていますから、続きは読んでいただくことで、その病気と、そしてそれ、家族たちの苦労というものをですね、あるいは無念さというものをこれで知っていただければと思いました。はい、じゃあ、一旦この水俣病のあれからはちょっと離れまして、ちょっとじゃあこの日本の公害から、これ海外でのですね、公害、しかしこの海外での公害の事例、これ日本とも無関係ではない事例を取り上げます。というのは、このレアアースの精錬過程の公害問題を取り上げますけれども、まあ、これは前も申し上げたかもしれませんけれども、日本でもそのレアアースの精錬工程はあったわけですね。60年代70年代あったわけですけれども、それが、放射性廃棄物の処理に関する法令が厳しくなりまして、日本での製造がほとんどなくなっていくと、どんどん海外に移転していくと、日本の産業、日本の環境をですね、まあ、守るためにいろんな環境基準が厳しくなる。そうすると環境基準が厳しくない国に産業がですね移転していくと、これをまあ一言で言うと公害輸出、公害の輸出というね、いうまあことになるわけですけれども、日本の環境は良くなる、しかし海外で公害を起こしてしまった事例、はい、これは最初の事例ですね。エイジアンレアース社という会社、これは現地法人もあるわけですけども、日本の会社ですね、三菱化成工業という、ね、会社が、1982年から94年までの約13年間創業させて、大量のですね放射性廃棄物をですね不法投棄してたんですね、はい、現在も影響が残ってます。そしてその後の事例というのは、まあ、ライナス社、これも日本の企業ではないんですけれども、日本の税金がですね200億円以上投入されて作られた工場です。はい、ですから日本 両方の事件も日本と非常に大きな関係があって、我々とは全然無関係ではないわけですね。でレアアースという、ね、素材、これは皆さんも最近よく、テレビで、新聞で出てくるからご存知かと思うんですけれども、その何て言うかな、その量はあまり多くなくてもいいんですけれども、微量でもいいんですけれども、それをですね使うと使わないとでもだいぶその製品に差が出てくるね、製品の質を上げるために、あるいは機能を性能を上げるためにですね使われる17種類の鉱物資源、これの総称です。でレアアース、も含めた、レアメタルという言葉もありますけれど、レアメタルの方がもうちょっとこう、はい、守備範囲が広いわけですね。まあ、レアアースの方が、まあ、なんていうかな、ちょっと部分集合になりますね、はい。でどういうところに使われているかというと、はい、まあ、各種ハイテク産業で、ハイテク製品ですね、あるいは省エネ製品とか、例えばそのこの、プリウスなんかね、こういう、ハイブリッド車とか電気自動車とかに使われるモーターありますよね。モーターの、力を、ね、馬力を強くするために、磁石の磁力を強くするためにディスプロシウムとかネオジムっていう、こういったものが使われますね、はい。それから同じものですけれども、この風力タービンも電磁石を使いますから、そういう同じものが使われます。あと光ファイバーですとか、LED なんかもね、にも欠かせないものです。
それからまあイットリウムなんていうね、これは色を出す、赤い色を出すものですね。昔、日立でですね、キドカラーっていうのがあったんですけども、これ言ったかな前、キド、キドつまりレアアースですね、まあ希少な土って書いてある、それはまあレアアースなんですけども、日本語で、日本語のは木戸と言いますけれども、まあ、木戸カラーというところにはこのイットリウムというものが使われてましたんで、その木戸、日立の製品、赤色が非常にきれいに出るということでよく売れた製品ですね、はい。ですからこれはまあ皆さん、これはブラウン化の時代ですから、まあ、1960年代の話、70年代の話ですけれども、まあ、ある程度昔から使われていたけれども、最近の、いろんなスマホ、パソコン、いろんなこう電子機器がもっと増えてきておりますので、需要もかなり高まっています。そして、その供給、まあ、サイドっていうのは非常に偏ってまして、まあ、中国が、まあ、ほぼ世界の 97% 程度ですね、独占しているという、そういう特徴がありますね。で、まあ、こういうふうに、ハイテク産業のビタミンなんて言われたりするわけですけれども、そういったものが今中国依存ということが、まあ、続いています。でちなみに言い忘れましたけど、そのミサイルとかそういった防衛装備っていうかな、軍事のための兵器を産業する、兵器産業にも使われてますよね、はい。そういう意味でも、まあ、重要な物質なわけです。で、だからまあ要するに、こう省エネグッズね、にも使われてるし、またハイテクグッズ、そして、国防軍事製品、そういった意味で、まあ、重要なわけですね、はい。それで、まあ、と言いますね、近年中国、まあ、独占状態に近いもの、中国が独占してるんですけれども、環境汚染の防止あるいは資源の保全という理由でですね、一時的に、今から 5,6 年前にですね、生産量あるいは輸出量を急に、まあ、制限したりしたことがありました、まあ、今はだいぶ緩和したわけですけれども、そういうことで日本政府も含め他の国々がですね、焦ってですね、脱中国といいますか、供給源の多様化というものを、ね、に、まあ、奔走するわけですね、はい。あるいは、まあ、供給元を多様化する、つまりだからアメリカとかでもまた昔閉山になっちゃった鉱山をまた再開したりとかですね、したわけですけれども、ここでさっき、ちょっと2番目に出てきたそのライナス社っていうのも、まあ、新しくね、オーストラリアで開発された鉱山ですね、はい。で、まあ、そのあるいはそのレアースに代わる、ものを使って同じような機能を持たせるため、つまりレアースの代替になる技術や もう開発されてできていますし、あるいは都市鉱山と言われる、要するに、まあ、製品が捨てられてそれが、まあ、都市の、まあ、倉庫に眠っていたり、あるいはその廃棄物上に、積み上げられているたり、そういったところからレアアースを回収する、そういう、まあ、リサイクルの技術もどんどん進んできています。そういう状況です。でレアアースの鉱石というのはほとんどの場合ですね、ちょっと例外もあるんですけれども、トリウムっていう、ね、放射性物質、あるいはウランっていう放射性物質、この2つぐらいですね、まあ、他にもあるんですけれども、まあ、放射性物質がほとんどの場合含まれておりまして、ですからその精錬した時に、つまりこう分離した時にですね、放射性物質が大量にですね廃棄物として出てくるわけです。でそれが、まあ、テーリングっていうね、まあ、ゴミですね、鉱砕という意味でことなんですけれども、これ英語で言うとテーリング、こういったものが大量に発生します。そしてそれをですね、厳重に管理しないと放射能汚染、被曝っていうね問題が生じてしまうわけで、これは非常に大事なことなわけです、はい。でまず最初にこのエイジャンレアース社っていうのは、このマレー半島 この東、西側の、まあ、若干内陸、ペンダンなんてこれね、
有名な観光地ですけれどもね、はい、クアラルンプールから車で、約 3時間4時間ぐらいのところのイポーっていう町があるんですけれども、ここの近くの、まあ、ブキメラ村っていうね、そういう村で引き起こされた事件です。まあ、実はこの辺は、アジアのスズベルトって言われてましてです、スズが非常に多く取れるところで、ここら辺までスズが取れるんですね、この半島の先の辺で、ですからこのイポーっていうのは非常に栄えておりますし、まあまあ、もっと昔は栄えてたわけですけれども、で、イギリスが植民地しか化した一つの理由ってここら辺にあるスズをたくさんね、精錬して、本国に持ち帰ったり、外国に売るという、そういう、まあ、まあ、目論見もありますね。ですから、まあ、クアラルンプール、この間に立派な道路も走ってますし、鉄道も走ってます。それは、まあ、スズをね、輸出するための、もの、交通手段として作ったっていうのが、まあ、第一の目的ですね。はい。で、2番目の例としては、こっちの、東海岸の方の、クアンタンってところに、新しく最近できたあのライナー社っていうのがあります。これはまあ2つ目ですから、後で説明していきますけれども、はい、で地理的なことはこれでご理解いただいたということで、はい、でまず最初のエージャンレイヤー社事件、ここに書いてますように30年ほど前にですね、日本の三菱化成工業株式会社で現在の三菱化学っていう、ね、会社の子会社がまあ、エージャンレアース社なんですね。まあまあ、親会社がだから日本の企業ですということですね。でこの企業が、まあ、エージャンレアース社がですね、その、放射性物質の、まあ管理をですねちゃんとやっておりませんでした。で、まあ、一旦この工場も94年に閉鎖をしてした後に現在も、まあまあ、自主的にということなんですけれども、放射の放射線物質の除染と保管業務を自主的に実施してはいます。しかし、まあ、不十分である上にですね、自分たちのその企業の行為とそれからその病気、たくさんの 病気や先天性の異常などが出たわけですけれども、その因果関係は未だに認めておりませんし、もちろん加害責任も認めてないという。で法律裁判にもなったわけですけれども、裁判でも、勝って、この加害企業が勝ってしまいましたので、まあ、裁判の場でも、住民たち被害者たちは報われなかったと、ね、いうことですね。ですから、被害者たち、加害企業とそれからマレーシア政府あるいは州政府からの謝罪も十分な保障を受けることができないまま、まあ、放置されているという状況が続いています。はい。でこの実験、まあ、公害、先ほどから言いました公害輸出というものの典型例、というふうにされていまして、まあ、その問題の背景としては1968年に日本の原子炉と規制法が改正されるということで、放射性物質の投棄あるいは保管には、まあ、厳重な管理が必要になったということで、まあ、そういうことが背景としてあるわけですね。で72年までに、まあ、レアアースの抽出工程は日本からなくなってしまって外国に行ったり、まあ、自分たちも創業をやめてしまったりとか、そういうことになったわけですね。このモダザイトっていうのはちょっと錫鉱山で錫で精錬した後に、まあ、出てくる錫が取られた後の、まあ、廃棄物ですけども、そこからまたレアアースなんかを取っていたわけですね。はい。で、そのエージャンレアアース社ではですね、毎年大量の、まあ放射性物質を、まあ、生み出していたわけですね。で、まあ、年平均で、まあ、十数年の、操業の中で、ね、1年間に約400トンもの、放射性廃棄物が生み出されていたと。その多くがですね、ほとんどが
管理もちゃんとされずにですね、野ざらしにされたり、あるいはドラム缶にただ入れて野ざらしになっている、数年経ったら錆びてですね、そこから漏れていくと、あるいは夜闇にまみれてですね、業者に廃棄物業者に行ってですね、お前たちこれをね、どっか適当なところに捨ててきてくれと依頼してですね、いるという状況があったわけです。私はその業者さんからに会うことができて、当時何をどこに何を捨てたかということで、裁判である程度明らかになったところは、まあ、ある程度除染はされている場所もあるわけです。そういうところはまあ大体除染されているんですけども、裁判で明らかにならなかったこと、あるいは企業が、隠していたこと、これは、全く除染されていないというところも結構あるわけですね。で、まあ、ちょっとそのことは後で私も触れますけれども、でこの健康被害っていうのはどういうことがあったかっていうことを、まあ、お伝えしたいんですけれども、その前に、その市川先生っていう埼玉大学の名誉教授ですけどもね、などの日本の研究者たちが行ってですね、いろんなその捨てた現場とかに行ったら、そのガンマ線ですけども730倍もの、強い放射線を計測したっていうね、そういうところもありました。私が、半年前に行った時は、約100倍ぐらいのところもありましたけどもね、まあ当時はもっとすごかったわけですね。で、この平均のその、異常出産ね、死産とか、あるいはその、こう体にですね、先天的な異常がある、小脳症とかですね、脳がちっちゃいとか、目が見えないとか、そういう、いろんな異常の発生率が全国平均の3倍というね、ような状況になってしまったと。それから白血病のやがんの、ね、子どもたちの発症率が40倍以上ということで、ちょっとこの水爆実験ので、被爆した人たちと子どもたちのですね、白血病の数、これが減少、かなり減少したわけですけども、似たような症状をですね、ムキメラ村の子どもたちがにも現れてきたというデータもあります。このジャバラヤンさんというインド系のお医者さんなどが調べた結果ですね。でこれが、まあ、当時まだ今これもないんですけど、壊されちゃってあるんですけど、当時 の写真ですけれども、これが放射性物質の野ざらしに保管してあるところですけれども、これはまだいい方で、ズタ袋に入れてこう池のところに放り出しておったっていう、そういうこともあったわけですけどね、はい。で今から4年前にちょっと一歩に行きまして、そのブキメラで、被害に遭ったおばさん、ライクワンさんという、おばあ様にお会いしました。でこの方はちょうど、今から28年、今から32年前ですか、従業員として、工場施設の拡張工事の、ね、に当たっていたんですけども、その頃ですね、6番目の お子さんをですね、お腹に宿しまして、そのあとしばらくしてレオン君が生まれたんですけれども、非常に残念なことに先天性の白内障、ね、それから心臓に穴が開いている病気、それから小脳症などの障害を負って生まれてきてしまったわけですね。でこれがライクワンさんです。ご自宅もちょっとお邪魔したわけですけれども、中国系の方ですね、このね、華僑ということになるんですかね、はい。でこのがチャー・コー・レオン君ですね、当時何歳ぐらいだったかな、はい。で日本、89年ですか、83年ね、日本 の, 日弁連の環境委員会、公害対策委員会かな、の人たちがこれは問題だということで、エージャン・レアス社の問題を取り上げてくれて、時々現地調査になんか、ね、行ったりされていたわけですけれども、その時の写真が残されていまして、そういうことですね。
で彼はあのでこれはライクワンさんで 彼があのレオン君ですけれども、あの日本環境会議という組織があるんですけれども、あの学会が毎年あるわけですけど、 そこにもう招待されて、公害の輸出はやめてくれと、きちっと除染をしてくれということで訴えにもあの来日されました。これはもう赤旗新聞が書いたような記事があのちゃんと取ってあったわけですね。レオン君が結構あのあ実はあのこの私が訪ねていく半年前かなにお亡くなりになって28歳でお亡くなりになってしまったわけですけども、彼はこういったいろんな資料を丁寧に保管されていたということで、後でお母さんとお姉さんが見て気がついてびっくりしたということをおっしゃってましたけども、はい、で2012年そうあ 2年私が行った、そうね、半年前ですね、今から4年前に亡くなって28歳だったということで、まあ、このですね、この方は著名なあのカナダ人のお医者さんでもあり、カトリック あのシスターでもある、ロザリー・バーテル先生ですね。もうこのロザリー・バーテル先生も 4,5 年前にお亡くなりになったわけですけれども、彼女が診察をしてくださって、まあ、なんか30まで生き延びられないかもしれないなというふうにおっしゃってたんですけど、まさにその通りになってしまったということですね。まあ、ライクワンさんもちょっと涙を流されておられましたですね。はい、で、あ、これがさっきのジャバラヤン医師、お医者さんですね。はい、インド系のお医者さん。で、その、三菱化成、まあ、先ほど言いましたように、あの一応その放射性物質をですね、汚れてるところは除染をしたりしたんですけど、それは裁判で明らかになったところばかりでして、その違法投棄されたと言われ疑われてる場所で未除染箇所が存在するってことは、住民の人たちはそのあのライクワンさんをはじめとしてですね、言い続けてるわけですけれども、なかなかその場をですね除染してくれないと。ということで我々が行きまして、このその受け、その不法投棄をやったというね、それをまああの依頼されて請け負った業者さん、まだ生きておられまして、いくつかをですねあのに行って、放射線をたあの測ってみましたけど、ここがですね、まずそのバックグラウンドよりもちょっと高い2倍ぐらいの値を示しましたんで、今から3年前ですか、そして、まあ、だからこれちょっとやばいぞということで土を持って帰って、阪大の先生に、まああのまあ、見てもらった分析をしてもらいました。まあ、あのこの道路 あのこれはバイパスでして、もともとの道路はこっちにあったんですね、これですけど、この奥の方がすごく、ちょっと、いや放射線が高くてですね、これがあの、阪大の先生に分析していただいた結果なんですけど、日本のトリウム基準値が92なんですけど、これよりもですね、青がトリウムっていう物質ですね、これ、この7つのサンプルの4つでもうそれを基準を超えてるってことで、まあだから除染をしなければいけないと思われる場所がなわけですね。そしてこれはあのそうですね、先ほど3年前のあれですけれども、去年の、まあ、半年前にですね、年末にまた行きまして、また別の場所に連れて行ってもらいまして、そしたらこういうですね、まああのまあ、隣に工場とか倉庫とかがあるような、そういう、まあ、人もある程度ちょっとだけ住んでる感じのところの近くに、こういう、まあ、高圧線が通っている場所があったんで、そこはまあ人は、まあ、下には住んでませんけど、こう牛が草をはんでるところなんですけども、これがですね、これは通常の、まあ、ガンマ線の100倍ぐらいなんですね。だからこれもおそらくこうあの不法投棄された場所じゃないかと思われるわけですけども、それで、まあ、あの今土壌をあの阪大の福本さんというところに研究室に送って今分析してもらっているところなんですけどもね、ちょっとこれは怖いですね。さっきのあれは、2倍程度でこんなに
たくさんの汚染が見られたわけですけれども、今度100倍ですのでちょっと怖いんですけれども、まあちょっとそれも含めてですね、今政府にあるいはその三菱さんにですね、何とかしなきゃいけないってことをですね訴えなきゃいけないということで、ちょっと今このライクワンさんがですねぜひ日本に持ち帰ってくれということで私がちょっとこう三菱化学株式会社オンチューということで、これ見てください、ライファンさんにお越しいただきました。で、こちらは、ジェイドさんですが、お二人の通訳をしてくださる予定です。お二人は本日三菱化学株式会社さんに対して、いくつかのことを申し上げたいというふうにおっしゃっておられます。英語、中国語から英語に、訳していただきますので、ぜひ聞いてください。今日は、2015年12月の30日です。年末も迫っておりますが、お忙しいところ来ていただきましたので、ぜひ彼女たちのお話に耳を傾けていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。お姉さん、こちらがあったんです。教授，我哋全体嘅GBC嘅廠知道，我哋希望佢哋佢之前所做嘅嘢啊，因為我哋馬來西亞政府啊，我哋要求啊，佢俾唔到我哋啊，我哋唯有嘅係通過嘅教授嚟幫我哋傳達俾GBC嘅廠知道，我哋希望佢哋佢之前所做嘅嘢啊，因為我哋馬來西亞政府啊，インタビューで、直前に倒れて病院に入院2、3週間入院してたらしいんですね。体調が悪いから。すぐ英訳されますから字幕が出るようになってます。So she's Lai Fan and she's the sister for Chia Kok Leong. They come from the affected family. They have lived through the history of changes in near the Mitsubishi plant. She say that they have tried many times to convey to the Malaysian government to do something about the radioactive waste here, but they have not got any response. And the people here are still suffering today. You know, in the past there's been children born with all kinds of disability and deformities, adults dying prematurely of all kinds of terminal diseases, cancer of the brain, liver cancer, leukemia, skin problems, all very serious problems that are very, very common in this area. People do not understand about radiation, and it is very important that Mitsubishi do something about it, and she's taking this opportunity to go through Professor Wada-san to convey to Mitsubishi that, you know, Mitsubishi should come here to clean up all the waste that has been dumped around here, that has not been cleaned up, so that, you know, people here can live in peace in the future, not only just for the current generation, but also for the future generation. 你仲有咩嘢可以講？因為而家我媽仲喺處，我仲係有咁樣嘅記得嗰啲嘢嚟咁樣講啊。我驚萬一我媽唔喺處，我哋講嘅嘢啊就冇咁有個口。She said that, you know, now her mother is still alive, Kok Leong is dead,
She's still around and she can speak. She wants to use this opportunity to make sure this message is kept and then convey to Mitsubishi to be able to remind them that, you know, they are affected community and victims who are still alive, who can still convey this message to Mitsubishi. She say, as a mother of a victim, Xia Kongliang, who has passed away for about 3 years, I mean, 3 years now, you know, as a mother, she has suffered a lot through that whole process of bringing up a child who is born with such severe disability. She doesn't want other people to know that. And as long as all these ways are still around, the risk to the other family will always remain. And she really hoped that Mitsubishi will do something about it. Yeah. Very important message. Do you have any questions? Yes. I hope that they will come to the US and to the people who are Mitsubishi. She, in addition, Lai Fan says she also wants you to convey to Mitsubishi that the people here care a lot about their environment and environmental health and also the health of the people, and that Mitsubishi should, you know, respect them, that they do need a healthy environment to live in. Okay? ちょっとあの時間もだいぶあれですけども、こういう訴えをですね、ぜひ日本に帰ったらですね、三菱化学株式会社にですね伝えてほしいということで、ちょっと宿題をもらっているんですけども、なかなかあのちょっとこう正面から行ってもなかなか、はい、あの会ってくれないだろうということで、ちょっといろいろこう3人に当たったみたんですけど、なかなか今のところこう、いや対策あの方法がなくて、もう正面から正面突破で、まあ、田中少将じゃないですけど直訴じゃないけど、まあ、社長になんとかこれを見せるための場を設定しなきゃいけないなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず、やっとこの字幕が、日本語字幕があの私のゼミ生の が手伝ってくれたもんですからできたんで、そろそろは。これを持っていくということを考えておりますけども、はい、ということで、あの三菱化学はですね、の社内の雰囲気としては、このエイジアンレアアースのことはもうタブーのようですね、できるだけもう触れないようにすると、いうことになっちゃってるようでして、私 の, あ の, あの親戚の者がちょっとこうここの会社にいたことがあるんで、その中の状況を聞いたことがあるんですけれども、そういう感じらしいです。で、三菱はあのちょっとこういうですねひどいことを、まあ、マレーシアでやってしまったわけですけれども、その前ですね、同じようなミスをですね四日市でやったわけです。その四日市の喘息って皆さんご存知かと思いますけれども、四日市喘息の加害企業は、まあ、6社と言われてますけれども、6社のうちの1つがこの三菱化学、まあ、なわけですね。で、まあ、そこで、まあ、あの裁判で負けてですね、三菱は学んで大変重要な教訓を学んだはずなんです。それは公害をですね出して、被害を、まあ、出した後にですね、
かなり多く の, その賠償金を支払わなければならなくなる、つまりその予防して対策を きちっとやっておけば、その対策費がですね多少かかってもですね、長期的に見ればそれは安くつくと、そして、企業としてのその、メンツも保たれるし、住民の方に迷惑もかけないということを学んだはずなんですけれども、同じことをですねマレーシアでですね、やってしまったと、まあこういうことなわけですね。で今、一説によればですね、まあマレーシアでも、その対策費はあのケチったおかげでですね、この今こう除染の作業とか、放射性廃棄物の管理のために莫大なですね資金を、まあ、使わざるを得なくなっていて、まあ、これは自主的にやってるっていうことなんだけど、まあブランド三菱のブランドですねイメージを損なわないということ、まあ、そういう、まあ、モチベーションもあるようですけれども、そういうことでエージャンレアース社がですね13、4年の間に儲けた額以上のコストが今かかってるんじゃないかっていう、そういうことを言う研究者もいるわけですね。はい、まあ、非常に馬鹿げたことになってしまって、まあ、そのお金がかかるかどうかっていう問題以上にですね人の命、健康ってものが損なわれてですね来ていると、亡くなって命は返ってこないと、そして苦し生活の中で苦しみがまあ、伴ってそういう不自由な生活を余儀なくされた人たちがたくさん出てったということですね。はい、じゃあ、次、レアアースの事件で、似たような、まあ、工場がマレーシアの、別の場所にできたって話ですね。でオーストラリアの、まあ、ライナス社っていう、まあ、会社、これは鉱山が自分の自社鉱山がですね、ありまして、マウントウェルド鉱山っていうところ、これ、ここにはレアアース鉱石が取れるわけですけれども、オーストラリアでですね製錬工程をやると非常に、まあ、環境基準が厳しいということもあり、国内でやるには、まあ、コスト高というそういう理由でですね、またここも、郊外輸出をしようとしたわけですね。そしてしたわけです、まあ、まず最初にマレーシアではなく中国に進出しようと思ったけれども、まあ、ちょっといろんな事情で無理ということで、マレーシアのこの場所に、まあ、最終的には、立地するということが決まりました。でそして、その工場がですね突貫工事で、できたわけですけれども、その突貫工事で やらざるを得なかったの理由の一つは、日本などのですね、需要国が早く工場を作ってくれということで、まあ、早く作るその製品をですね、輸入したいっていうそういう意図があったわけですね。でこの放射性廃棄物の管理の施設というものが不備があるということがいろんなところから指摘されているにもかかわらず、そして住民もこういうことをですね研究者から聞いて、あるレポートを読んでですね反対運動を、まあ行い始めました。特にその放射性漏れの大事故、つまり福島原発の事故が起こった後は、ね、やっぱ放射能に関する意識も高まってですね、懸念が高まって反対運動が本格化していったわけですけれどもね、はい、しかしその施設が改善されないままですね12年の12月初旬に操業が開始されてしまいました。ということで住民たちが非常に未だに憤慨しているわけですね。日本はね太平洋戦争の時もマレーシアにですね、進出してきて侵略してきてですね多くのマレーシア人を殺したと、そして30年前にはエージャンレアースという会社が多くの人々を苦しめるそういう公害事件を引き起こした第3の侵略じゃないかっていうね、そういうことを、まあ、言う人もいるぐらいですね。でまあ、この会社に会社自体は、まあ、オーストラリアの会社ですけど日本もお金を大量に出していると、工場の
建設費用の約3分の1が日本から来ているわけですね。でこの、日本からっていう具体的には日本政府ですけれども、そして日本政府の中でも経産省、経済産業省の下部組織である独立行政法人の石油天然ガス金属鉱物資源機構といって、まあ、簡略化してジョグメックって言いますけれども、ジョグメックという組織を通じてですね、まあ、工場の第二フェーズの建設資金としてですね、ライナー社に対して約225億円の融資、これお金を貸す方ですね、だからこれは返してもらうことを当てにしているわけですが、そして25億円の出資、これは、まあ、出資ですから、これもか利益の配当とか、そして最後には最終的にはまあそれをまあ株式ですか、こう売却、回収してですね、まあ、これも回収を狙ってるわけですけれども、いずれにせよですね、この大量の資金が双日というかところと、それからジョグメックというところのを通じて、流れていったと。でライナー社との間で年間8500トン、日本のですね、レアース事業の約3割相当のレアースの供給を、まあ、10年間行うという契約が、まあ、成立しました。でこの契約が成立するって言ってもですね、本来、まあ、もうちょっと時間かかるもんだと思うんですけれども、40日ぐらいで契約が締結されてしまったと。でその間に環境影響評価をやったんですかっていうふうに私はジョグメックに聞いたんですけど、やりましたと。そんなでき40日間でできるんですかって言ったんですけどもね、やりましたと。じゃあその会社を教えてほしいんですけどって言ったら、その会社は教えることができませんということで、なかなかそのですね、情報を隠しているわけですけれども、本当にちゃんとした環境影響評価をやっていればですね、もうちょっとちゃんとした設備ができているはずだと思うわけですけれども、そうじゃないようだと。で外国ドイツの研究所とかいろんな研究所がその設計図を見ただけでもこれはボロい、廃棄物の施設だ、保管施設だってことは分かると。でドイツであればこんな、ずさんなこう設計は、放射性廃棄物でなくてもですね、一般のゴミですね、一般廃棄物でも認められないような代物だということを言っているわけですね。で、そして、まあ、そういった公害の問題だけじゃなくてですね、この今レアアースの製品価格かなり国際的に低迷しておりましてですね、この日本政府が貸し付けたお金が本当に、日本に帰ってくるのかどうかっていうのは今ちょっと微妙な情勢のようになっちゃってまして、いるんですね。ですからもう経営的にも破綻してる、そして環境の面でも破綻してるっていうふうに、まあもう本当にとんでもないプロジェクト融資してしまったらしいということなんですね。これがまああのあれです、工場のあれですね。これ写真撮った後なんか私たちが警備の人に捕まってですね、勝手に写真撮るなとか言って写真を消せとか言われまして、だいぶ消されてしまったんですけど、まあ、これ唯一の中に2枚だけ残ったやつですね。まあそしてですね、まあ、反対運動のちょっと状況っていうのは、まあちょっとここに書いてあるわけですけど、ニューヨークタイムズに内部告発をする方がおられたんですね。エンジニア、これ工場のことですけど、工場の建設に関わる複数のエンジニアがですね、まあ、設計段階の問題もあるか さることがある工場の工事自体のですね、ずさんであるということで、ニューヨークタイムズの記者が2回にわたってこの問題点を指摘しまして、まあ、こういった住民もびっくりして、反対運動を本格化させていくということですね。そしてまあでも工場の責任者に一応会うことができまして、彼に言わせればね、この高裁ダムはね、ちゃんとこの粘土30センチ、それから、HDPE っていうのは、まあ、プラスチックですけど、そのプラスチックのあるから十分
汚染漏れを防ぐことができると。万が一放射性物質が漏れてもですね、漏洩検知器がついているから、大丈夫なんだということを言ってるわけですね。でも先ほど言いましたようにドイツの研究所はこれはもうそんなこんなもうダメだと、全然ダメであると。それから通常の運転でもですね、必ず漏れますよっていうことを、まあ後で言ってますね。それからオーストラリア のガビン・マッド教授のあれだと、このような場合ですね、その放射性物質の場合には三重の層にするのが普通だと、ね、粘土層とプラスチックを三重にすると、でかつその間にですね、砂礫層も入れて、万が一漏れた時にこう時間稼ぎができるようにするのが、まあ、オーストラリアでは普通であるということを言ってまして、これぐらいやらないと全然ダメだということを我々は聞いているわけですね。で国際原子力機関 IAEA というところも、この長期的な放射性廃棄物管理の施設については、まあ、11位も問題があるということで、まあまあ、もう改善勧告を出したわけですね。で出してその勧告通りに対策がなされたかどうか未確認のまま、まあ、工場が稼働を認められちゃったという、ね、ことがあります。でまた14年にもう一回フォローアップチームが IAEA からですね派遣されてきたんですけど、まあ、まだ問題が残っていると、まあ、改善されつつあるんだけど問題もあるという、なんかこう玉虫色の報告が出まして、まあ、今のところ一応その、まあ、国際機関からまあ、お墨付きがついた出たということで、まあ改善されつつあるということで、まあ、結局マレーシア政府も操業をストップさせないわけですね。もうそれから日本政府にもいろいろ聞いたんですけど、日本政府もマレーシア政府に全面的に信頼して任せてるから我々が口を出すことはないとか言うんですけども、それは違いますよね。今ビジネスの世界では、まあ前の先生が話されたかもしれませんけど、出資者責任というのもですね、求められることがあります。ある企業が、銀行からお金を借りると、それによって実施したプロジェクト、について何か問題が起これば、その出資した側、つまり銀行あるいはお金を貸した側ですね、それにも責任が生じるということで、そのお金を貸すかどうかの、審査をきちっとやりなさいというのが今世界の流れですから、マレーシア政府に任せてるから俺たちは関係ありませんよと、公害が出たって何したってもう知ったこっちゃないっていうのが日本政府の立場なんですね今で。私がいろんなデータを持っていってもですね、これは誰、信頼を受ける機関に調査してもらったのかとか、いろいろ文句をつけるだけというね、非常に無責任な人たちだと思います。はい。で、これが、まあね、長期保管施設外から、まあ、取ったわけですけれども、こういうのですね、はい。で我々がちょっと外から写真撮ってるっていうことを今これ3年前ですか、見てですね、なんか警備員がすっ飛んできまして、勝手に写真撮るなみたいな感じで怒ってくるわけですね。まあその我々は別にそのあなたたちの土地に 入り込んでやってるわけじゃなくて、公の場所から撮ってるだけなので、まあ、文句言われる筋はありませんよってことを言って、一応事なきを得たんですけれども、まあその時うるさいからすぐちょっと戻りまして、夕方になってこの工場廃棄この辺をですね、まあ、もう一回見に行ったりしまして、で、その工場廃棄が出ているところから約5キロぐらいかな、下流にこの漁村がありまして、ここまではまあ廃液が流れているということで、ちょっとここでですね、こう泥になってますけれども、この泥をですね、工場再稼働前とその稼働してから1年後にですね、どうなってるかっていうのをちょっと調べました。これちょっと皆さん見て注目してもらいたいんですけども、これがですね、創業前トリウムの量は非常、まあ、4ppm。ところが1年後ですね、27ということで約6倍から7倍の濃度になっているということで、非常にびっくりしたわけですね。でこれはまあもちろん日本政府のジョグメックさんにもお伝えしてですね、やっぱりちょっとこれまずいんじゃないかということを
申し上げたんですけどもね。でこれは、その他、まあ、あのさっきはトリウムとウランだけだったんですけども、これあのこっちの方はウランですね。ウランもやっぱり 6,7 倍に増えてるんですよね。いやちょっとで、その他のですね、これ例えばこれアーセニックって、これはあのヒ素ですね、森永ヒ素ミルクとかね、ヒ素って猛毒ですから、これも約 5.7 倍ぐらいになってたりとかですね、ちょっとこ怖い状況になってるわけですね、はい。まあ、あとそういったこういうレアアース、全然検出されなかったものがあの1年後から検出されてるってことで、やっぱり工場から、流れてくるのが疑われるわけですね。はい、はい。まあ、そういうことで、ちょっと、まあ、ジョグメックという会あの組織はですね、HSE 方針っていうのが、まあ、ちゃんとあるわけですね。 H はヘルス、労働者の健康、それ S はセーフティー、安全、それから E は環境、こういったものをですね、まあ、守るとね、著しいリスクを内在していることを認識し、人身事故、健康障害、環境汚染等の回避のため、直接業務のみならず質融資、債務保証先等の企業が実施する間接事業について、もうこれらの企業と共同してリスクを低減しますってかっこよく書いてあるんですけど、全然このことは実施してないということが分かりました。まあ、そういうことでですね、エイジアンレアースで、まあ、あの手痛いことになって、あの非常に大きなあの損害を、ね、引き起こした日本としては、ね、より注意してこのライナス社についても対応しないといけないと思うんですね。もう本当に過ちは繰り返しませんっていうね、そういうことですよ。それを、しなければいけない。で、一旦とにかく操業を止めてですね、やるべきじゃないかと、あのちょっとモニタリングをきちっとやるべきじゃないかというふうに私は思っています。はい。それから、まあ、あと環境配慮ガイドラインというものがですね、あの、JICA とか国際協力銀行などは持ってるんですけども、このジョグメックっていうのは持っておりませんのでですね、ちょっとこういった環境社会配慮ガイドラインというのをきちっと作って、国際的な基準ですね、に合うように、プロジェクトの前にこういったあの ガイドラインに沿って審査をするべきだというふうに思っております。はい。じゃあ、ちょっと時間がなくなっちゃったんで、そうですね、まあ、あと、まあ、消費者としてはいろんなあのこういったあのいろんなこう自分が使うものについて、あの関心を持ってですね、原料の調達先がちゃんとした環境配慮をやってるかとかっていうことをね、きちっと、質問を投げかけるっていうことも必要かなと思っております。そういうことによってあの企業もあるいは政府もあの少しずつ気をつけていくんじゃないかと、良心をきちっと発揮するんじゃないかというふうに思っております。じゃ あのちょっと時間なので、また次回の続きは来週ということで、感想を、ま、あと8分6、7分しかないんですけども、書いていただいて、いただいて後で提出していただくということで、ちょっとじゃ あのその時間を取ります。それでもし質問とかあれば